りじゃん。しかもそうなんだよね。でこの23時からの1時間の回はさっきのインスタグラムの質問、さっき答えれなかった分と、あと質問が増えていたのでそれをまた読んで、あとは明日のスケジュール決めたのでそれは最後に発表、最後というか残り20分30分ぐらいのところで発表して、で次は今日タワーを投げてくださった方にマカロンちゃんを書いていきたいと思います。はい、どうしようかな。じゃあ先に書いちゃおうかな、お礼のマカロンちゃんのやつ。書きながら質問に答えるスタイルにしようか。書いてる時間だってね、みんなあれだもんね。じゃあいきますね。願いが一つ叶うならっていう質問ですね。願いが一つ叶うなら、なんだろう、願いが一つ叶うなら、どこでもドアが欲しいですね。なんか迷った、どこでもドアが欲しいか大富豪になりたい、どっちか悩んだんですけど、ワンチャン大富豪は努力したらなれるんじゃねと思ってで、どこでもドアはもしあったらいいなみたいな、そういうような感じで、一つ叶うならどこでもドアが欲しいなみたいな感じですかね。はい。今って2022年だよね。なったら何したい？大富豪になったらもう好き放題わーってしたい。どこでもドアは自分次第な気がします。なんか深くない？ちょっとそれちょい深。なんじゃそれやってきて、あ、たくさん、くまタワーありがとうございます。書きますね、くまさん、たくさんありがとう、ありがタワー。これ書いたやつは後で755載せます。ツイッターがいい、どこだったら見やすいですか皆さん。そしてじゃあ2個目の質問は、今一番やりたいこと、これはもうラルムのモデルをやりたいです。そんな感じです。ツイッターフォロワー減りそう、載せすぎたら。確かに、まあ確かに755にするか。そしたら755はなんかもう家みたいな感じだもんね。なんか
SNS の家みたいな。ちょっと人によってマカロンちゃんの顔を変えていますので、そこも見どころです。初めて描いたな、こんな顔。いろんな顔が生まれます、この1週間で。マカロンちゃんのふふ、名言きた、名言きました。はい、じゃあ次の質問ですね。自分に自信がなくて人の目が怖いです。どうすれば前向きになれますか。結構真剣な悩み相談みたいな感じですけれども、自分に自信がなくて人の前が怖い、人の目が怖い、どうすれば前向きになれますか。どうしたらいいんですかね。でもわかる。どうしたらいい、でもどうしたらいいんだろうね、悩むよね。私も人の目が怖い時はめっちゃある。街で言うと、まあ結構麻雀の収録の時とか結構人の目が怖いんですけど、え、これ捨てんのみたいな、この牌捨てるみたいな感じでなんか言われるのがもうめちゃめちゃ気になるの。だから臆病になってしまいがちなんですけれども、なんか開き直って、そこは開き直って仕方だっていう風に思い込んでやったら、意外とそこまで臆病にならずになんか気にならなくなったので、まあ自分らしさっていうか、自信がないっていうのはちょっとあれだけど、なんていうの、個性だと思って、自分は自分、人は人みたいな個性だと思って、なんか常に生きていけばいいと思います。なんかみんなが思うほどなんか自分は悪くないと思いますなんていうの、自分が思うほどか、人はなんかそんな人のこと悪い、いいとかで判断してないと思う。そう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 、それ自分が気にしてるほど人は自分のこと気にしてない。そうなの、意外となんか、そう、意外とそうだなって思います。自分のことが好きになれたらいいよね。そうそうだと思います。いや私もまあこういうなんていうの、アイドルになってめっちゃ常に比べられる世界だし、で今だってこう競ってるじゃない。でこういう戦いはマジで嫌なんだけど、でもなんか楽しんだもん勝ちだと思うので、毎日楽しんで、なんか人生って意外と短いらしいので、聞くには生きてる最中だから短いとか分かんないんですけど、短いらしいので、なんか一日一日自信を持って自分らしく頑張れたらいいんじゃないかなって思います。どうですか。はい人生一回だからね、悔いなく生きよう。そうですそうですそうです、響きました、よかったです。亡くなった人に聞いたの、いやそれ絶対言われると思ったよねいや聞いてないんですけど、なんか誰かがなんか二十歳過ぎたらマジ早いよみたいな言ってたのだからあそうなんやと思って、あの笑っていきようと思ったね。だって真顔で死んでいくの嫌だから、でも笑いながらもう死んでいきたいみたいな。だからもう嫌なことがあっても、嫌な時は嫌だけど常に楽しく生きていけたらなって思いますね。まあ私もめっちゃネガティブになるんですけど、たまに。でもあの基本ポジティブにいきましょうね。
カ海外はもうみんなポジティブに行きましょうね。はい、ということでね、次、イベント頑張りたいので会社休みたい、会社休む口実を考えてください。かっこ有給って書いてますね。あのイベントのたびに会社を休む、その口実を考える、有給で、すごいですね。口実か、なんて言いますか、実家に帰るので実家に帰るのでちょっと休みますか、すいません、あの1週間あの皮膚科とか歯医者とか病院系結構入れたんで休みますか身内がコロナ、いやそれはなんかちょっと危ないよね。私は単純に使用で休みますって言ってる。あ、そういうのはいいよね。確かに早く帰るときは歯医者って言ってる。わかる、歯医者って使えるよね意外と大事な人の大事な時期なんです。あ、まあ確かにそれはそうって感じだよねおもろい口実考えるのおもろいね。あと、まあでもそんな詳しくこの日はあれがあってこの日はあれなのでって言わないといけないもんなんですかね。なんか使用で休みますってが一番無難だよね。はい、次、次ね、言うところもあるらしい。あ、そうなんだ。誕生日は誕生日だから休みます、休んだりしてる。ああ、まあ確かに誕生日は休めそう、なんとなく。次、メンバーが言われて嬉しいコメント。なんだろうね、メンバーが言われて嬉しいコメント。なんだろう、なんか可愛いねとか、なんか髪綺麗とかおしゃれとか言われるのはめちゃくちゃ嬉しいけど、それよりなんかもっと詳しく、なんか細かいところまで見てくれてるなみたいなのが分かるコメントはめっちゃ嬉しい。なんかなんだろう、握手券500枚買ったよ。あ、それめっちゃ嬉しい。でもあのなんていうの、可愛いだけじゃなくてどこが可愛いのかとかそういうところなんか丸々が可愛いねっていうの、あ、そういうの、あの服が可愛いねとかじゃなくて、その容姿含めてなんていうのかな、なんかなんていうの、なんかわかる、なんか今日メイク変えた、なんか綺麗だったよみたいなとかさ、例えば髪が綺麗なのは髪がどう綺麗なのかとか、ツヤツヤでなんかステージで生えてたよとか、そういうの嬉しい。あ、ちゃんと見てくれてるなって思うから、なんかそういう感じで普通に可愛いも嬉しいけど、笑顔が弾けて可愛いね。あ、それ嬉しい。でもなんかなんて言うんだろう、私は笑顔が弾けてる感覚がないから本当かなと思っちゃうんだけどどっちやねんって感じ本当に。でもそう嬉しい、そういう細かく長文で褒めてくれるのは嬉しい。はい、
思っててもよう言わんってきてる。あ、なんかでもたまに普段言わない人がたまに褒めてくれたりすると、え、嬉しいってなる。誰にでも言えるような言葉じゃない言葉。あ、そうだね、孫がクールで素敵ですとかなら信じれるの。なんかさ、定型文っぽいのはあれなわけ。なんかなんだろうね、まあ、でも何でも嬉しいです。基本はコメントくれるだけで嬉しい。はい、いつもありがとうございます。褒めてくれていつもありがとうございます。褒め伸びです、私。はい、褒められて伸びるね。はい、次、先生、あやねちゃんの髪が伸びてます。それな、あやねちゃん髪の毛伸びてたよね。可愛いと思ってインスタ見て思った。はい、次、下尾さんと仲良くなったきっかけ、プリュですか。あー、そう、え、下尾美優ちゃんと仲良くなったのはやっぱなんかそうなんだよね、プロデュース48あたりから、まあ、私たちすごい波長合うかもみたいな感じで、なんか結構自然に話したりはしてたんですけど、なんだろうね、でも私がなんかミユはめっちゃいい子だと思ったわけだから、なんか成果からめっちゃ話しかけるようにしてた最初。なんか普段の生活とかレッスンの時の人との関わり方とかをなんかすごい目の当たりにすることが多くて、でそれでこう見ていた時に、見ていたっていうか、たまたまこう目に入った時に、え、なんかめっちゃ優しいみたいな、めっちゃ純粋、え、めっちゃいい子じゃない下尾美優ちゃんって、って頭の中で思って、仲良くなりたいって私が思ったのはがきっかけっていうのと、あ、そう、ランリーと3人で仲良しなイメージ。そうで、私その時リラとめっちゃ仲良かったのね。でリラもミユとめっちゃ仲良かったので、私とミユはそんなにまあ仲はいいけどめっちゃわーって感じではなかったわけで、なんかそのリラとミユと私の3人で集まる時は多かったんだけど、そう、なんていうのだろう、2人でっていうのは少なかったんだけど、こう3人で集まるようになって2人でも仲良くなった。だから結構リラがきっかけでもある、めっちゃ仲良くなれたのは。そうだね、うん、なんかそれよりはなんか初期の頃からお互いが仲良くしてた子がやっぱ卒業していって、ミユだったら阿部芽衣とかかりんとか萌歌とかが卒業していって、まあ自然とそうなると仲いい子も変わるじゃないですか。で私も仲良かった萌えりとかいくみとかやめちゃって、でまあその後違う子と仲良くなってみたいな、でそれでこう行き着いたっていうな、それでなんかいろいろそのメンバーの知らなかった部分が見えるようになって仲良くなったのがそうミユだったかな。だから初期の頃と今とはその仲良くなってるメンバー結構変わってるし、そうやっぱその時の例えば仕事が一緒なことが多いと仲良くなりやすいしみたいな感じかな。でもミユと仲良くなったのはなんかミユが絶対いい子だって思ったから、私から話しかけたのがきっかけです。はい、次、お話し会で緊張しないためやどうしたらいいかということで、お話し会で緊張しないため、でもお話し会は結構緊張される方が多いんですけど、で私は全く緊張してないので、あのラフに来ていただけたらめっちゃ嬉しいなって思います。緊張するような回ではないですね、お話し会は。なんかもうおしゃべりしましょうみたいな、気軽に
仲良くなりましょう私たちみたいな感じのスタンスなので、まあ、あとはその緊張するっていう方はあらかじめお話しすることを考えてくださる方もいる。なんかメモに書いてこれを話そうとか考えてくださってる方もいるし、まあ中にはあのパッて画面に映ったら何話すか忘れちゃいましたみたいな方もいる。それもでも嬉しい、なんか来てくれるだけででも嬉しいです。結構でもそん話すことなくても意外と持つっていうか、なんか皆さんが話しやすいのか、なんか全然話しやすい、みんな緊張しないね。なんていうんだろう、あの落ち着いてしていただいて。どんな話が多い？でもなんかイベントとかがあったらそのイベントの話とか、公演が近々あったらあの公演当てたいみたいな、当たったとか感想、イベントの感想系と、あとはそのお話し会の前の日とかに話すお題を決めるんですね。私たちっていうか最近セリカ界隈ね。でだから聖火が例えば皆さんの趣味を聞きたいですとか、聖火を押してくれたきっかけは何ですかみたいなトークテーマを一応ショールームで決めて、でそれに対して話してくださる方もいるし、あとは何だろう、私があの私のことをあの知ってもらうというよりか、なんかお話書いて私が皆さんのことを知る機会の方が多いし、そっちの方が嬉しいので、私のことも話しつつ皆さんのことも知っていきたいなみたいな感じなので、だからまあだからそういうテーマを考えてテーマに話す人もいるし、あとはもう皆さんが話したいことをもうどんどん話していただけたらなって思いますね。はい、セリちゃんとの話楽しい、ありがとう。セイコも楽しい。なんかお話書いてめっちゃあっという間ですもんね。あとね、そうそうそう、まあ、また次4月9日なんでお話し会が、楽しい話題を考えましょう。またはい、そして次、一回も髪染めたことないけど最初からピンクはやばいって来ていますね。いや全然いいと思います。なんかブリーチしたら痛むっていうけど、普通に染める分には全然大丈夫だと思う。痛まないに関しては美容師さんの腕っていうか、その薬カラー剤みたいなやつによると思うんで、私はその辺詳しくわかんないんですけど、でもなんか染めたら垢抜けそう。なんか暗いのに似合う人もいるけど、明るくして垢抜けるみたいな方もいるので、いいと思います。染めるのピンクはやばい、ピンクでもいいと思います。春だしそう印象は変わるよね。そういいと思います。染めたいなら染めたらいいと思います。でも仰天ゆりなちゃんいるじゃないですか。ゆりなちゃん染めてないのね、髪。マジで髪が綺麗なんですね、本当に羨ましくて。もう2人公演、何回だって恋をする公演の時にゆりなちゃんと2人でこうメイクしてる時に、マジで髪綺麗だねみたいな話してたら羨ましくて、もうずっと言ってたの、髪綺麗だねって。そしたら私の誕生日にゆりなちゃんがいつも使ってるトリートメントくれて、マジ優しいなって思いました。そう、嬉しい。何枚かけたんだろうね、1、2、3、4、5、6、
1、2、3、4、5、6、あ、6枚でいいのに7枚書いちゃった。はい、結構書けましたね。あとはお名前書くだけ。染めてても髪綺麗な子ってすごいね。うん、すごい。セイカもそうなりたい。はい、次質問。セリカ、今セリカちゃん呼びですが、セリちゃん呼びの方が良きってきてます。でもなんか昔セリカって呼ばれることが多かったんだけど、まあ全然何でもいいんですけど呼び方は。でもなんとなくセリちゃんの方が親近感湧くよねみたいな感じで思って、一時期自分でセリちゃんって呼んでほしくて、自分のことセリちゃんってよく呼んでたから結構セリちゃん呼びが定着したけど、でも何でもいいです。でも長野さんとか名字呼びよりかは、あの下の名前でセリカとかセリカちゃん、セリちゃんとかセリタムはちょっと微妙だけど、セリタンとか、わかんない。そうだね、そんな感じでいろんな呼び方。でも長野さんは反応できない、あんまりすぐはい、次いきますね。ステージ24時までだよね私。 OK。 ステージから見て分かりやすいうちわの配色ってあるってきています。ステージから見て分かりやすいうちわの配色、なんだろう、タワー？嘘、ちょっと待って見つけますね。クマタワー、ちょっと待ってね。どこですか？見えない。あ、プロスペクトさんありがとうございます。ありがとう。書きます。ありがとう、プロスペクトさんありがとう。ありがとう。はい、ということでうちわの配色、でも結構大きい文字で漢字セリカとか、なんか文字が大きければ大きいほど見やすいし、なんか色はでも結構蛍光色のピンクとか黄色を使ってる方がまあ多いのと、あとセリだけとか、なんかセリカっていう下の名前の人がメンバーにいないので、なんかセリだけでも見やすいし、逆に色白でも分かりますはい。あとはでもうちわじゃなくてペンライトいっぱい持って、白いペンライトをいっぱい持ってくれてるだけでもめっちゃ嬉しいし、そうだね。でも文字の配色か、でもな、なんかこの前ね、いやめっちゃ初期の頃ね、アルミホイルみたいな感じの銀色のうちわになんかピンクの文字かなんかでセリカみたいなうちわがあったんだけど、野外イベントの時にそのアルミホイルみたいなうちわが反射してマジで眩しくて、そっちの方見れなかったのね。だからアルミホイルみたいな銀色の反射するのは見つけてるんだけど眩しくてレスをくれないみたいな現象になるので、ちょっとアルミホイルみたいなのはちょっとやめてほしいかもしれんピンクのラメって反射したりする、なんかそのピンクのラメとかは大丈夫、キラキラとか。でもなんかアルミホイルで分かる？反射するやつ、あれはね
見えなかった。あの手振りたいんだけど眩しくて見えないみたいな感じだったから、多分あれアルミホイルではないんだけど、なんかそうそうそう、でもそう、それでも1回しか見たことない、そのうちは。でもなんだろう、まあ、ピンクが分かりやすいし、でもステージ蛍光色、逆、まあ、蛍光色だと見やすいかな。なんか蛍光黄色、黄色ってでも見にくいか、ピンクか、なんか薄いパステル系の色よりかは原色、ビビッドなカラーが見やすいかもしれん。後ろの内輪の背景は薄いパステルだけど文字は濃いみたいな感じが見やすくて嬉しいし、嬉しいのはでも結構写真を貼り付けてくださる方とか、あとなんだろうね、うちわの周りになんかキラキラみたいなファーみたいなついてる超おしゃれな、超凝ってくれてるのも、え、かわいいってなるし、でも普通にうちわをまず持って応援してくれてる時点でマジで嬉しいです。ありがとうございます。写真もでも結構見えます。でもそうだね、なんか白飛びしてる感じのは見にくいかも、はっきり顔が写ってるのは見やすいです。劇場の上手奥の立ち台の人は見えてるの、見えます、見えてますね。でもその曲によってあのライトの映り方、照明でファンの皆さんが見える時と見えにくい時があるわけ。でも見えやすい時はもう全体が見えるので全然見えます。見えにくい時もあるんだけど。あとは最後質問、これが最後かな。麻雀牌をメンバーに例えるならということで、麻雀牌をメンバーに例えるなら、でも私は多分白だと思うんだよね、白いから。あ、トップ5突入、5位ありがとうございます、嬉しい。4位まで差がありますけれども、どんどん上げていきましょう、よろしくお願いします。5位ありがとう。もうこのマジで下がったり上がったりの繰り返しだから、頑張りましょう一緒に。私は白でしょ、麻雀で例えると。逆に誰で例えてほしいですか。むずいね、麻雀牌をメンバーに例える、私は白、じゃあ下尾さんできてる、みゆは、なんだろう、むず、自敗ではないと思う。ピンズ、いや想像かな、言いそうじゃない、言いそう。セリカは赤ドラのイメージだよ。あ、本当嬉しいわ。あの私結構赤ドラを弾くんで、よくドラの女なんでよくやらず、でも私は白ですね。なぎちゃんは、なぎちゃん、なぎは、三品って感じ。あ、ペーね。北海道だから、確かに自敗のイメージなかったけど、確かに北だからペーだね。ももちゃんはシャーでしょ。
そうだね、大西確かに。七瀬、七瀬はチーピンかチーソーかチーワンだよね七だから。それならゆいゆいは東か。確かにゆいゆいはトンだね。うん、でもなるはチュンって感じがする。なんとなくなんかめっちゃ赤のイメージない、なるって。だからチュン。あとはハツ誰だろうね。ハツはハッツ、ハッツだけにハツあと誰、名前やんできてハッツ、ハツはハッツしか思いつかなかったよ。おもろいね、メンバーを例えるの。レイちゃん、レイちゃまは、え、聞いて、レイちゃまが私がホワイトデーにプレゼントしたラメのね、キラキラのあのグリッターをあげたんだけど、それをね使ってくれたので、ね、それをわざわざツイッターに書いてくれて、マジで主審かと思ったよね。ありがとうございます、嬉しいです。嬉しかった、わざわざ書いてくれて。プレゼント使ってくれるの嬉しいよね。嬉しい、本当に。嬉しい。レイちゃまはマージャンパイに支える、マンズっぽいね、パーマンって感じ。 Q1 結構数字が上めのマンズって感じ。服部優奈は、優奈はソーズかピンズって感じ。チーピンかな。七瀬、七瀬がいる。七瀬じゃチーソー。あ、ソーズ、あい。七瀬はなんかスラッとしてるからソーズって感じではあるよね。チーソーかな。マジでイメージ。レイちゃまはチェス。確かにそれな。チェスだよね。おもろいメンバーを麻雀牌に例えるの、果たしてこれ例えていいのか分かんないけどね。麻雀牌に興味が出てきた。いや、マジメンバー想像しながら見たらめっちゃおもろいと思う。じゃあ40分なので、明日の時間を発表したいと思います。なんとかインスタの質問も全部読めたっていうか、読みたい分は読めたので、明日の時間を発表したいんですけど、明日は3月26日ですね。ですね、ファッションショーがあるので時間が読めません。でも多分夜の22時半ぐらいからは行けると思うんですね。なので22時30分から24時、もうみっちりやりたいと思います。帰ってきたら絶対にこの夜24時までみっちりやりたいと思います。で、そのファッションショーは3回イベントあるんですけど、その間の時間に15分でもできたらいいなって思っています。で、22時半からやるって言ってるけど、もしかしたら22時からできるかもしれないし、その辺はまた早めに分かり次第お知らせさせていただきますけど、今のところ22時半から24時までやるので、そうなるとステボシは
21時45分になります。はい、やっぱ1回しかしっかりできる時間がないので、3周するってなると21時45分に捨て星でお願いします。はい、明日の配信はファッションショーの感想だったり、二十歳最後の日なので、明日は二十歳の総括的な二十歳の感想とかを言います。早めに教えてね。はい、早めに言います。そうですね、あとはなんかでも結構明日3月27日のスケジュールも決めつつって感じでですね。結構感想とかおしゃべり中心の配信にします、明日は。はい、まあそうだね、そんな感じで、まあ結構話すことはいっぱいあると思います。またなんか明日はイレギュラーなスケジュールなんですけど、またスケジュールが安定してきたらっていうか、まあ45分ずつを4回ぐらいできるときはファッションショーとかパジャマファッションショー、私服ファッションショーとか、まあ、ドボン配信とか、そういうなんかいつもやらないような配信をやりたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、じゃああと1分後にランキングを読みます。そんないろいろパジャマあるんできて、そうパジャマいっぱいあるのでファッションショーします。で45分間だったら何回着替え出るかなみたいな感じだよね。明日はひまたぎするの。明日はしません、ひまたぎ。なんか誕生日だから日付超える配信やろうと思ってたんだけど、なんかやっぱりイベント中なんで、あんまりその無駄にしないように24時でやめて、27日はまあ朝やって夜やるかなみたいな感じでやろうかなって考えてます、一応。はい、楽しみですね、明日からも。明日はそうだね、そうイベントの時、イベントじゃなくてファッションショーの合間の時間のゲリラ配信っていうやつはマジで時間が読めないので、ちゃんと時間が取れるって分かってたらランキングとかも焦らず書いてないけどまで言えるけど、もしかしたら本当に時間ない中やるってなったらランキングの書いてないけどを短縮する可能性もあります。なので明日は合間の時間にやるってなったら書いてないけどまでちょっと書いてくれてたら嬉しいなって思いますね、できるだけ。はい、まあ時間があることを祈ってゆりなちゃんと配信できたら嬉しいなって思いますね。はい、今からランキング読むのはさっき皆さんが考えてくださったのを参考に自分も考えながら言いたいと思います。はい、じゃあランキング読みます。ゲリラ配信の時間によって夜配信の時間の長さ変わる。そう、夜は帰ってくる時間によるのでちょっとわかんないんだよね。じゃあ読みますね。13位、エリエリアット、セリちゃんアンロケ映ってたよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ヨッシーアット、明日二十歳セリちゃんに会いに行くね。間違えた、すいません、消えました。
明日畑千里ちゃんに会いに行くね、ありがとうございます。よしさん多分切れたよね今。11位、ちょっと待った、りょうりょうアット、明日のファッションショー頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、東京特許許可局局長アットねむねむにゃんこさん、ありがとうございます。舌が回らんわ。9位、みなちゃんアット、せれちゃんの配信今日いっぱい見れたさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、チェリオアット、いつもラブレターありがとうさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、まさのぶアット、桜咲いた咲いたよそうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、圭一郎アット、給料もっと欲しいさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、七田アット、お話し会もよろしくねさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、ひこいちアット、髪色かわいすぎさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、バッポイアット、せりちゃんの外羽ファンですさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、タクアット、イベント初日お疲れ様さん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位はプロスペクトアット、サバは嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど飽きましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。はい、ということでタックさんとプロスペクトさん、クマタワーありがとうございました。じゃああと10分ちょい、10分アフタートークして今日は終わりたいと思います。はい、まとめると、明日はファッションショーがあるので合間の時間にゲリラ配信をしますので、多分できたらするので、なるべく星集めの方をよろしくお願いします。で、夜は22時半から予定として22時半から24時までみっちり配信します。で、そこでは20歳の総括とファッションショーの感想と、あとは27日のスケジュールを決めるっていう感じでおしゃべりしていきたいと思いますっていう感じでよろしくお願いします。22時半からやるってなったら21時45分から捨て橋を、からっていうか21時45分に捨て橋をよろしくお願いします。そしてそうですね、イベント1日やってみてどうだったみたいな来てますけど、楽しかったです。皆さんがいっぱい欲しいとかギフトを投げてくださって、こうランキングが上がっていくのが実感できて嬉しいし、まあ配信をやめると下がってるので、まあちょっと厳しい、なんか激しい熱戦だなみたいな感じではあるんですけど、負けずに頑張りたいです。最後まで、まだ初日なので、最後まで皆さんと楽しい1週間を過ごしたいので、これからもいっぱい見てください。毎日見てください。1週間楽しかった、とにかく。はい結構なんかこうコメント見てると、初めて来ましたとか初訪問みたいなのが来るので、なんか初見さんに見てもらえる機会が増えてるのかなって思うと、こうやっててなんかやりがいがあるなと思いますね。はい、毎日楽しみにしてるよ、ありがとう。こちらも楽しかった。あ、それはよかったです。いい機会だね。
はい、いい機会、これをきっかけにお話し会とかね、ポチポチしてくれたら嬉しいんですけどね。はい。星集めしながら配信見るのまだ慣れない。そうなんですよね、私いろんな企画考えてるけど、みんな星集め行っちゃったらちょっとわーってなっちゃうけど、まあそういうイベントということで、まだ初日だけど、まああと 2,3 日やったら慣れるかな、このイベント。そう、そう、次早起き、今は今日は初日で夜から配信だったけど、この1週間の真ん中とかになると朝早起きして配信とかになるから、その早起きで配信はマジでめったにしないから、私その辺がちょっとどんな感じになるかっていうか、早起きして配信って久々なので、ちょっとどんな感じかワクワクドキドキしてますけど、朝ね楽しみたいよね、朝も。ワンチャンメイク配信とかになっちゃうから朝は、だからまあすっぴんでもよろしくね、私のこと。すっぴんでも速攻でメイクするんであれなんですけど、はい。頑張ってな、ありがとう。なんかずっと画面見てたら首が凝ってきた気がする。皆さんもずっと画面見て疲れたと思うので、ストレッチして寝てください。今日はあくびしなかったね。そう、今日はずっと気が張ってたからね。逆にすっぴんが見たい。え？引かないでよ。すっぴん見て引くようだったらそこまで好きじゃなかったっていうことだからね。はい、メイク配信みたい、ありがとう。メイク配信またします、多分明日。寝坊しないようにね。はい、マジで頑張って起きます。移動中に寝ます。そしたら寝過ごさないようにねってコメントくるんだろうな。寝過ごしません、気をつけます。はい、あと5分、あと5分、何話そうかな。この空き時間にワンピース見ようかなと思ってたんだけど、意外とあっという間に、ま、あの空き時間なくなってワンピース結局見なかった。しょっちゅう自称すっぴん配信してるやん。そう、私結構今日メイクあんましてないみたいな日がよくあるので、まあ、そんな感じの顔ですね朝は。明日のタイムスケジュールはまたツイッターに載せます。ツイッター755ストーリー、インスタのストーリーに載せますので見てください。あと755には今日タワーを投げてくださった方のマカロンちゃんの写真、あのメッセージとか書いてるので、それを写真撮って載せたいと思います。はい、あと前も言ったけど、このイベントがもう全部終わって、なんかスケジュール的にもコンサートとか終わって落ち着いたら、このイベントのお礼配信として、あの累計ランキング100位を全員名前を呼びたいのと、あとこうタワーを建ててくださった方のこの紙はずっと置いてるので、それをショールームで紹介したりとかもしたいなって思っているので、最後まで応援よろしくお願いします。
はい。ストーリーの質問は返してくれるの。はい、今日はショールームで質問をお答えしたので、インスタのストーリーでまた同じことを返すっていうことはしないけど、また今度質問を募集しますので、その時はまたショールームでお返しします。質問を、このイベントが終わったら普通にインスタのストーリーでまた質問返しをしていきたいと思います。はい、そんな感じで、あと3分です。はい、ママさんも配信見てるの、見てますね。でも分かんない、寝てるかも。花びら綺麗だね。綺麗、何これ、何この演出。あ、すごい、桜をいっぱい投げてくれてるんだ。桜が満開です。お花見してるみたい、ありがとう嬉しい この後すぐ寝るの。この後はタワー投げてくださった方のメッセージ書いて、それ写真撮って載せて SNS 類やってからお風呂入って寝ます。ストレッチして。でも今日はもうダラダラしないで早く寝ますストレッチしながらワンピースとか見てたら、気がついたらめっちゃ時間経ってるみたいなことがよくあるので、そういうのには気をつけつつ、今日は寝たいと思います。明日は本当に早起きです。ちなみに明日のイベント来る人イベント1日もお疲れ様でした、ありがとう。あとまあ30秒ちょいで終わりますねあ、はーいってきてる、ありがとう。じゃあまた明日イベント来る方はイベントで、ショールーム来てくれる方はショールームで会いましょう。じゃあまた、今日もありがとうございました。おやすみなさい。